恋と呼ぶには気持ち悪いは、モグスによる日本の漫画作品。略称は、恋肝。イラスト投稿サイト、ピクシーフにて2015年1月25日から10月17日まで連載された。ピクシーフ累計閲覧数が350万を超え、かつ、ピクシーフ漫画ベストセレクション掲載作としての人気を受けて2016年2月に、一人者から書籍化。 同年6月3日からピクシーフと一人社の共同ウェブコミック配信サイトコミックプールにて連載開始。2021年3月時点で電子版を含めた累計発行部数は120万部を突破している。イケメンのエリートサラリーマンで女癖の悪い甘草亮はある日駅の階段から落ちかけたところを見知らぬ女子高生に助けられる。その日、 すけが帰宅すると、妹の親友が遊びに来ていた。それはスケを助けてくれた、女子高生、有馬ひとはなであった。お礼にと、キスやデートなど、何でもしてあげるよというスケに、ひと花はは、気持ち悪い。助けてもらったお礼が、自分って何考えてるんですかと罵倒する。今まで女性に言い寄られるばかりで自分から告ったことが、ないすけは、彼女の反応に衝撃を受け。 その瞬間、彼女に熱烈に恋をする。それ以来、スケは、一花の気持ちに、お構いなく、一方的にストレートすぎるアプローチを続け、一花はひたすら気持ち悪がり、クズ、変態、ストーカーなどと容赦なく罵倒する日々が繰り返される。恋の向に示す声優は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版の順に記載。2020年1月にテレビアニメ化が発表された。 2021年4月から6月まで ATX 他にて放送された。インターネットでは2021年3月29日より Amazon プライムビデオにて毎週月曜21時45分に独占先行配信。ありがとうございます。